はい。ちょっと今日は前の話とちょっと途切れるかもしれないけど、キネマティックアライメントをそろそろやろうかなと思うんで、ちょっとアライメントについてお話ししたいと思います。それで、まあ、あと、皆さんに多少ご協力いただいて、やらんとあかんところもあるんで、まあ、それにつなげるような形で話していきます。多分、2、3回には検討。お話はできへんと思うんやけども、今、切り替わったかな？はい、変わってます。変わっ変てわっます。た。よく言われてるんやけども、術後には絶対1割か2割の人っていうのは、満足してないと。まあ、これ、まあ、細かいことをしたらもっと多いに違うかなと思うんやけどもね。まあ、大体、イギリスのナショナルレジストリーではだいたい81%しか満足がないとか、まあ、他のここで19%が不満足であったりとか、まあ、この人らは、まあ、81%、まあ、だいたいこんなもんぐらいやね。だいたい80%前後ぐらいが、まあ、満足しとって2割が不満足やと。まあ、なんでかというふうなこと、まあ、いろいろ言われてます。まあ、可動域が悪いとかね、まあ特にアジアの方やったら多いかもしらんけども、そういうふうなこととか、まあ音がするとか、なんか不安定とかね、いうことです。で、まあその一つの原因が ACL を切ってしまうから、その分のどうしても不安定が残るっていうふうなこと、まあこれは避けられないことなんやけども、まあそんなんがありますが、まあ最近一つ言われてるのがアライメントが悪い。そのアライメントに伴うこう不安定性というか、まあ、ミスマッチやね、キネマティックとのミスマッチが原因やないかなっていうふうなことで、割と注目されています。で、これ何回も言ってるから、そろそろ覚えていただいたかなと思うんやけども、まあ、これがメカニカルアライメントで言いまして、大腿骨側のメカニカルのアライメントですよね。で、大腿骨頭中心から、膝中心。で、この膝中心というのも非常に難しいんですけども、これは大腿骨にとっての膝の中心と、脛骨にとっての膝の中心が違うんですよ、基本的にはね。で、なんで違ってくるかって言ったら、まあ、もともとの人もありますし、OA に伴って起こる人もあるんやけども、ラテラルスラストというか、大腿骨と脛骨の軸がだんだんずれてくるんやね。脛骨が外行って大腿骨が内側に寄ってくるような感じになるので、両者の軸は一致しないです。で、まあ、広く考えられているのは、大腿骨に関してはここの部位ね、下眼下のちょうど一番上のところと大腿骨頭中心を結んで、で、脛骨の方は、足関節の中心からこの下眼隆起の間のくぼみのところですよね。ここのところと結んだのが脛骨のメカニカルアライメントというふうに言っています。ね、重視されるのがこの HKA といって、大腿骨側のメカニカルアキシスと、脛骨側のメカニカルアキシスのなす角度です。で、本来は、まあ、0度というふうなのが理想的なんですけども、で、まあ、別のこと言って、膝と足関節と、股関節が全く同一線上に来るということが、まあ、理想としてされてますけども、これはもう多分ファンタジーで、ここに来る人っていうのは本当の数パーセント、5%以下であると言われています。で、ほとんどの人はそれから多から少なかれずれてる。で、アジア人の場合は、若い頃に取ったとしても、内反、HKA がプラス、内反の方をプラスと表現するのが普通なんで、HKA がプラスっていう風になってる人っていうのが結構多いです。で、まあ平均3、4度ぐらいだと思いますね、日本人の場合は。っていう風な特徴があります。ただ、いわゆるメカニカルアライメント、我々が目指してる TK っていうのは、通常は、これが HKA が0っていうふうなことになっています。
で、まあ、一つ、ね、問題になってくるのが、このジョイントラインというのが、このメカニカルアクシスに平行やったら、垂直だったらいいんやけども、大体は傾いてるんですよ。まあ、大体平均3度なんて言われてますけども、まあ、日本人なんかで言うたら、僕調べたところで5、6度ぐらい傾いてますね、平均。まあ、上の人ですけども。ただ、まあ、このように、このグレーの四角っていうのは、最終的に作るギャップね、インプラントを入れるために作るギャップっていうが、元のジョイントラインと違うっていうふうなことですよね。で、まあ、形骨で言うと外側が高くて内側が低いし、大腿骨で言うと内側が高くて外側が低いっていうふうなことになります。で、ですから、まあ、それを元に戻すんじゃなくて、このように切って入れたら、どうしても元のジョイントラインとの不整合が出てきます。で、ジョイントラインをこうね、上げない、下げないとか、なんかいろいろ言うことはあるんやけど、それはどっちに対してかっていうふうな話になってきて、で、大腿骨の内側に合わせたら、当然、外側のジョイントラインは下がるわけやし、で、外側に合わせたら内側のジョイントラインは上がるんで、全く内外側を傾けん限りは、絶対そのジョイントラインっていうのは変わってくるっていうふうなことになります。で、このために、結局、その本来、その人の持っている軟部組織にあった動きというのが変わってくるわけなので、結局コンフリクトを起こしてしまって、そのために、まあ、例えばスティフネスであったりとか、痛み、それからインスタビリティ、それからまあ、それを原因として、満足度の低下っていうふうなのが起こるというふうに言われてるよね。で、まあ、こういうふうに、どうしても、元のジョイントラインと新しく打ったジョイントラインの間に、この違いが出てくるんで、不必要な、乖離、軟部組織の乖離っていうのが出てくるでしょう、というふうなことが言われています。で、これ、このジョイントラインというのは、まあ、普通にこうレントゲン取ったら内側に傾いているように見えるのですが、実はね、立った時の立位の長尺見てもらったら分かるんやけど、この大腿骨頭の中心から側関節の中心まで結んだ線っていうのはね、大体3度くらい傾いとんですよ。言うたら足幅よりも股関節の幅の方がでかいわけ。結局ね、これで見たら、ジョイントラインというのは平行に来るというふうなことが言われています。立った時で考えたら、まあ、その姿勢の方が自然なわけですよ。ね。で、まあ、これもレントゲンもこういうふうにしてみたら、あ、傾いてても地面に対しても平行だから、なんとなく安定してるなっていうふうな感じが言えると思いますね。で、さらにね、このジョイントラインっていうのは、このように、大腿骨では内反してますし、から、ごめんなさい、頸骨では内反してるし、大腿骨では外反しています。その外反の角度を LDFA っていうふうに言いますね、ラテラルディスタルフェムラルアンクルって言いまして、まあ、大体わずかに外反に切れています。で、肩や、こっちの方のは MPTA、頸骨側は MPTA というふうなことになって、メディアルプロキシマルティビアルアングルというふうに言います。で、この、日本の線っていうのは平行じゃないわけですよね。もともと差がある人もいますけども、OA になるに従って、軟骨がだんだん減ってくるんで、内側が詰まって、でも外側は残ってるというふうな感じになります。でこの2つの食い違いを JLCA で、ね、ジョイントラインコンバージェンスアングルというふうに言います。で当然 OA が進行してきたらこれが大きくなってくるというふうなことに、なってまいります。で、ちょっとこれで皆さんにあれなんですけど、ちょっと担当した人のね、この辺の角度を測っておいてもらいたいんですよ。で、それを実際に TK をプランするときにね、キネマティックになるときには、
すごく重要になってくるんで、また測り方はね、これまた Teams のスライドのところにでも入れておきますんで、また見ておいてください。はい、でね、この MTPA っていうのは、最初は変われへんねんけども、変われへんねんけど、もともとむちゃくちゃついてる人があるんですよ。それが、まあ、いわゆるコンスティチューショナルフェイラーといって、もともと頸骨の筋異端が内反してる人があります。ね。で、さらに、OA が進行してきたら、この血骨欠損が起こってくるので、の MPTA というのは大きくなってくる傾向になります。で、肩や LDPFA の方は、内側の軟骨が消えてしまったら、次は骨欠損が起こってくるんで、大腿骨にね。だん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 、軽度外反であったのが内反の方に触れてくるというふうな特徴がありますね。で、なおかつ、コンバージェンスアングルというのがだん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 大きくなってくるというふうなことになります。でも、こういうふうな特徴があるというふうなことを覚えていただいて、で、なおかつ、この、頸骨の上縁のラインと、大腿骨の下縁のラインね、これがまあ水平線に対してどれだけ立位の時やけども、傾いてるかということも、まあ、重要になってきます。で、ただ、傾向としては、大腿骨はあれなんですけども、頸骨で、ワルガスの程度と、それから頸骨のワルガスの、ヴェイラスの程度、これ見てもらうと分かるんやけど、ちょっと頸骨のヴェイラスの方が大きいので、トータルとしては、やや、西洋人であっても1度ぐらいかな、1、2度ぐらい内側に傾いてるというふうなことが言われています。で、非常にこれは個人差が多いし、で、また人種差が大きいですよね。アジア人というのはすごくコンシシュザラベイラスというのがすごく多いというふうなことが言われています。で、これがコンシシュザラベイラスで、だいたい HKGA が3度以上のものをコンシシュザラベイラスと言います。これは、あれの人、正常な人のことなので、一旦多いになったのが、このベイラスがコンシシュザラなもんか、老いによるものかっていうのは区別が少しつきにくいんですが、まあ、大体言われています。で、これがどこで起こるかなんですけども、大体ね、頸骨の MPTA、要するに頸骨の内反によって起こるというふうには言われていますね。まあ、なんでかって言ったら、これ正常な人で、測った場合には、要するに HKE が3度以上のベイラスの人、コンティチューショナルベイラスの人っていうのは、MBTA が 4.9 度平均ね、3度超えてます。まあ、一方、正常な人っていうのは、HKA が3度以内のノーマルアライメントの人っていうのは、MBTA が 2.4 度と言われてるんで、まあ、大体、MT 頸骨の傾きですよね。まあ、おそらく、頸骨のプロキシマールの傾きだと思いますね。で、おそらく、性教育の時に、ブラント病みたいな感じで、内側の成長軟骨の成長がちょっと遅れたかなっていうことです。まあ、やっぱり日本なんかではどうしても床生活、正座の生活が多いから、まあ、そうしたら内側の発育がやっぱり悪くなるんかなということですよね。どうしても内側の内圧が大きくなるんで。でもこれ有名な話やけど、屈曲したら内側のギャップの方がタイトになってくるんですよ。で、外側っていうのはある程度の角度になったら浮いてることもよくあるって言われてますね。ということは、正座を用意して小さくしとったら、どうしてもこう内側の方にすごく圧力がかかるから、そっち伸びなくて、外側は逆にあんまり負荷かかれへんからこっち伸びて、結果的に関節面が内反して成長するようなことっていうのが起こるんじゃないかなというふうに考えられています。まあまあ、ただ面白いことに、もしもあれやとしても、これもともとベイラスになってる人があったとしても、関節面はすごく平行なんですよ。不思議なことに。やっぱり
どういうふうな状態になったとしても、関節面を水平にする方が、力学的におそらく安定になるやろうね。というふうなことが、まあ、言われております。で、まあ、結局ね、まあ、前も言ったけども、膝っていうのは軟部組織で支えられているもんです。で、スタビリティと、それからキネマティクス。で、モビリティなんかも全部膝の周りの軟部組織に依存してるっていうふうなことになるんで、この人にとって一番ナチュラルな状態を、もともとない派の人はね、の状態に、もう周りの軟部組織の形ができてるわけなんですね。まあ、当然この内側に比べて外側の方が軟部組織長いわけですよ。でこれを無理やりね、ここの点線にあるように、メカニカルアクシスに垂直に切ってそれに合わせるようにしたら、結局この2本の点線が垂直に来ますので、で内側がきつくなります。で外側が緩くなる、これも当たり前のことなんですよ。でもこれをどう考えるかっていうこと。でこの TK というのは、なんか見えてるように、平行で等しいギャップを、骨曲でも進展でも作るっていうふうなことが、まあ、筋下玉状になっておりますので、ね、こういうふうに、リリースが必要になってくるっていうことになります。そうしたらね、大体、外側っていうのは、内反のために伸びてることが多いですから、それに合わせてギャップを作ったら、こういうふうに、ギャップは伸びてしまうわけです。でもこの時点で不自然なギャップになってしまうんですよ。だから、じゃあ元の、もこの際やから内反というのを許容して、元のジョイントラインをなるべく尊重したように入れようというのが、まあ、キネマティックアライメントというふうなことになるので、まあ、今度はそんなことをやろうかなと思っています。で、また続きは明日お話しますね。ああ、以上です。ありがとうございました。はい、関心してください。ありがとうございました。